えなにこれちょっと待って。PV? いやー、とてつもない最新情報が入ってきてしまいました。あ本日 PV の方が公開となっていたんですけども、えなんと来年の3月の9日、あそして10日より、鬼滅祭アニメ5周年イベントの開催が決定いたしました。 いやー、とてつもなく嬉しいんですけども、え今回デザインがね、解禁となりまして、トキトーくん、カンロジさん、ゲンヤの方が初登場となりました。 で、3月に開催なので、桜が綺麗なね、デザインとなったわけなんですけども、本当に嬉しいね、これはね。うん、祭りだね。はい、ということで本日ですね、公式サイトより、そんな内容も解禁されたので、ご紹介していきたいなと思います。さあ、ということでまずは一つ目なんですけども、鬼滅の宴ということで、鬼滅の宴、 刀タナの里編ステージイベントの方が開催決定いたしましたあ3月の9日の土曜日から開催なんですがあ6時から8時半ということで2時間半にわたってのねステージイベントとなっております 幕張メッセ幕張イベントホールにて開催ということなんですけども、そんな開催内容が2019年より開始したアニメ鬼滅なえば5周年をお祝いするメモリアルイベント。幕張イベントホールではアニメ鬼滅なえば刀舎の里編の世界観を彩るキャストたちによるオリジナル朗読劇や生アフレコを中心に 展開開されるステージイベントを開催ということで、今回、刀鍛冶の里編のですね、生アフレコが開催ということなんですけども、このイベント、神イベントとなっておりまして、まあ、とりあえずメンバーね、花江さん、紀藤さん、川西さん、花沢さん、岡本さんが出演となっております。その他にも、スペシャルゲストの登場があると思うので、皆さんぜひとも楽しみにしておいてください。 で今回、刀鍛冶の里編のこのステージでは、柱稽古編の最新情報に加えて、無限上編の最新情報のね、解禁があるかもしれないので、ぜひとも注目しておきましょう。で今回3月10日のね、ステージイベントに関しては、まだ発表がないので、楽しみにしておきましょう。 さあ、ということで続いてですね、展示エリアということなんですけども、3月の9日、そして10日に常設される展示エリアですね。で、内容が2019年より開始したアニメ鬼滅の刃5周年をお祝いするメモリアルイベント、幕張メッセ展示ホールでは、アニメ鬼滅の刃に関する企画展示、特設ステージ、アトラクション、オリジナルグッズ販売など様々な企画を展開ということで、 でえ今回こんな感じでねえ、なんと例年の3倍の広さでえ展示をね、開催するみたいなんですよ。 いや、とてつもなく豪華な予感がしているんですけども、えー、主な企画内容がですね、えー、刀刀舵の里編を中心とした様々な企画展示、えー、これまでの各シリーズをモチーフにした体験型アトラクションコーナー、鬼滅祭オリジナルグッズの販売、誰でもご覧いただける特設ステージ、世界に広がる鬼滅の刃のエリア、鬼滅の刃日の神血風丹体験エリア、鬼滅の刃目指せ最強大使体験エリア、 その他アニメ5周年を記念した鬼滅の刃の世界観とともに見どころたっぷりな内容でお届けしますということで、てな感じでね、展示エリアではとてつもなく豪華な感じとなりそうですよね。3倍ということで、やばいね。でまぁなんとなくこんな感じでもうできるよっていうね、雰囲気がね、もう伝わってると思うんですけども、いや、相当広いと思いますよ、これ。 うん、相当広いと思うので。 え、ぜひとも皆さん楽しみにしておきましょう。で、今回のこの鬼滅祭というイベントはね、無料イベントではなくて、有料イベントですので、まあ、皆さんぜひともチケットを購入して、楽しんでくださいね。まあ、とにかくもう本当に神イベントですので、まあ、参加しないなんてことはね、ないようにしてください。さあ、ということで、え、本日解禁された二つ目の最新情報なんですけども、映画に関する 最新情報でですねで今回発表されたのが入場者特典ということで柱に焦点を当て制作された全20ページの特別冊子柱稽古指南書の配布が決定いたしました。 2月のの日より公開となる鬼滅の刃絆の奇跡そして、柱稽古への入賞者特典として、柱に焦点を当て、制作された全20ページの特別冊子、柱稽古指南書のプレゼントが決定と、かまど炭治郎役の花江夏樹が、柱について語るスペシャルインタビューや、柱の創作画監督、作画監督修正集、さらに柱を演じるキャストたちからのコメントを掲載 ということでえ配布日がえ公開初日となっておりますねでサイズに関しては A4 ということでえ昨年ね配布された上限集結本とほぼ同じなのでえどんな感じかあ見ていただきましょうこんな感じとなっておりますうすのうちですいやね今年もねこれが配布ということで去年の上限集結本見てみたんですけどだいぶ 豪華だね。うん。いや、でかいね。<laughs> これパンフレットでもう。うん。で、これがもう柱バージョンということで、いや、完璧に欲しいんですけど、中身もね、結構ね、良かった。うん。あの、これ無料っていうぐらいな感じでしたね。で、今年はこれがね、柱バージョンということで、ぜひとも皆さん手に入れてみてください。 はい、えー、こんな感じのですね、えー、今年は柱稽古指南書がプレゼント決定ということで、 まあ無料でもらうにはねえ本当に豪華すぎる内容となっていますのでえぜひとも映画ねえ見に行ってゲットしてみてください僕もこれはねゲットしようかなと思っておりますはいということで今回のですね最新情報はこんな感じなんですけども いやーもうとにかく来年が楽しみな展開となりましたね。はい、ということで皆さん高評価、チャンネル登録お願いいたします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっばい